トレッピアーノはイタリアとフランスを中心に世界各地で栽培されている白ワイン用ドウ品種である。コニャックなどのブランデーの生産に最も適したドウ品種とされている。ユニブランやサンテミリオンなどの別名がある。酸味が強く非常にフルーティーで柑橘系などの爽やかな風味があるが涼しい地方ではアルコール度数の少ない品相なワインになる。それを逆手にとって作られたのが コニャックなどのブランデーだと言われている。地中海東部、または中東地方の原産で、ローマ帝国時代にイタリアに伝わり、フランスには14世紀頃伝わったとされている。イタリアで最も人気のある白ブドウだが、DOC、DOCG クラスでこれを中心にしたものは、意外に少ない。アブルッツ州のトレピアーノ・ダブルツォ、それに、ウンブリア州のビアンコ・ディ・トルジャーノの他は、 ほとんどブレンド用に用いられている。赤ワインのキャンティにも酸味を補強するためにこれを根性したものがある。イグッドクラスにはトレッピアーノを名乗るものがかなりある。主に南西部で作られユニブランと呼ばれているがブレンド用でこれを中心にして作られるものはない。コニャックではサンテミリオンといい最も重要な品種になっている。1832年に オーストラリアに持ち込まれ、ニューサウス、ウェールズ州と南オーストラリア州で作られ、主にブランデーに加工されている。ありがとうございます。